でてんということで、めっちゃ普通の家っぽいんですが、今日もそれではこちら階段を下っていく感じでございます。ということで、ね、やってまいりました。すごいです。サーディカップ、こんにちは、のぶです。本日は約1000円でデザートまでいただけるっていうカフェ、そんなお店に行ってみたいと思います。ということで、本日は今いるのがですね、沖縄県西原町の運動公園に来ています。こちらがグランドゴルフですね、パークゴルフ場っていうのかな、そういったところがあるこちらの西原運動公園ですが、こちらのすぐそばにですね、大学、沖縄県民はキリタンキリタンって言ってますけど、正式名称何でしたっけ、沖縄県キリスト教短期大学、そういった大学だと思うんですが、その大学のすぐそばにですね、なんか普通のお家にお伺いするようなお店があるみたいなんですよね。そちらのお店がですね、ビーガン食みたいな感じで、すごい野菜中心の料理みたいなんですけど、デザートまでついてなんと1000円、ちょっとちゃんとした値段はわからないんですけど、ほぼ1000円ぐらいでいただけるみたいなんですね。そんななかなかお得な美味しそうなお店があるので、行ってみたいなっていうことでチェックしていました。本当にキリタンのすぐそばなんですが、お店の看板もないみたいで、しかもですね、結構細い路地を入るみたいなので、非常に道が分かりにくそうなんですが、 Google マップの口コミとかでも迷ったっていうような口コミもありました。頑張って迷わずに行ってみたいと思います。それではそちらのお店へ向かいましょう。ということで、こちらからキリタンの方に入っていくんですが、多分こっち大学の方に入っていくのと同じ方向、このまま入っていけばいいのかなと思いますが、これは大学の敷地かな。こちらを左に行ってみます。よいしょ。住宅街が続いてるので、これで合ってるのか。このままちょっと抜けていきたいと思います。そしてこのまま駐車場がたくさんあるところを抜けていくと、最後ここからめちゃめちゃ急坂、そして細い道になりますが、ゆっくり行きたいと思います。ということで、もうそろそろ着くようです。多分こちら側です。あ、ここですね。よいしょ。でーってんということで、めっちゃ普通の家っぽいんですが、前原さんちっていうお店です。めっちゃ標識が前原さんなんですが、こちらになります。で、全部わかりにくいかな。こんな感じのお店でございます。それでは入っていきましょう。今日もそれではこちら階段を下っていく感じでございます。めっちゃ普通の家な感じです。さっき入れるかどうかだけ確認したんで、一回潜入してるんですが、こちらからこちらがこちらに入っていきます。それではこちら早速現金かな。よいしょ。ということで、普通のお部屋な感じでございます。そっちが和室で、こっちがテーブル席っていう感じですね。ということで、お店入れましたが、メニューは1種類しかないので、そのまま待つ感じでございます。人数だけ言って待ってます。ということで、最初酵素ドリンクかな、酵素だそうです。こちらの方をいただいていきます。こんな感じで徐々に来ると思います。それではこちらの酵素ドリンクいただきます。結構思ったより甘いですね。でも美味しいです。ということで、酵素ドリンクいただいてますが、なかなかいい景色でございます。こっちどっちだろう、西原町、船丸町とかの方が見えてるのかな。なんか海とか見えるわけじゃないんですが、多分海この左側の方な気がしますが、キリタンが結構高台に立っているので、高い見晴らしがいい感じですね。そしてお庭も綺麗にいろんなお花が咲いてます。ということで、やってまいりました。すごいです。こちらがランチのセットでございます。いろいろあってわからないんですが、五穀米系のご飯に、あとこちらがひじきで、そしてこちらはなんか漬物系かな。そしてここがメインだと思うんですが、もうお野菜たっぷりですね。お芋さんも天ぷらとか、あとはタコライスの上のようで、上にかけるようなものがあったりします。そしてこちらが大根とかの煮付けでしょうか。そして豆腐かな、ジーマミーかな、ちょっとどっちかわかりません。そしてあとこちらが味噌汁パカン、味噌汁ですね。スープかな、味噌は入ってないかな。こんな感じでございます。で、実際に値段がまだ分かりません。特にメニューを見たわけじゃないので分かりませんが、とりあえず食べ進めていきます。それではどこから食べましょうかね。この下にですね、この紅生姜のところになんか揚げ物が入ってるんです。これが美味しそうです。何の揚げ物か分かりませんが、
ちょっとこちらいただいてみましょう。こちら、それではいただきます。何でしょう、お魚かな、うん、サクサクで美味しいです。それでは続きまして、なんかこの辺のパスタになってるんですね。タコライスかと思ったらトマトソースのパスタですね。これも美味しそうですね。ゴーヤが乗っております。それではこちらのパスタいただきます。非常にあっさりな感じです。美味しいです。それではこのご飯の方もいただいてみましょうか。このご飯もなんか美味しそうですね。何米なのか分かりませんけど、なんかごまとかも入ってそうですね。こちらのご飯も、それではいただきます。なんかごまの風味が結構ふわっと香って美味しいです。それではまだまだいきます。これは大根かな、大根の煮付けでしょうか。こちらもいただいてみましょう。それではいただきます。こちらも薄味なんですけど、味はしっかりとついていて美味しいです。そしてこれがジーマミーかな、見た感じやっこではないですね。弾力があるのでおそらくジーマミー豆腐ですね。落ちそうですが半分に落ちましたが、いただきます。ジーマミー豆腐ですね。美味しいです。ということで一旦一通りはご紹介したかな。それではどんどんいただいていきます。ということで、まだ全然残っておりますが、こっちにですね結構大きな葉っぱが、この葉っぱとこっちの陰物に葉っぱがあって、これは食べるのかなと思って、食べれなくないことはなさそうな気はするんですが、ちょっとチャレンジしたいと思います。このパスタを乗せてくるんで食べれば美味しそうかなと思って、それではこちらのパスタを葉っぱに包んでいただきます。これはめっちゃしっかり苦いですね。苦い。それではあとこちら側ですね、揚げ物側も、ちなみにこの揚げ物ですね、多分5個ぐらい入ってました。結構数入ってます。それではこちらもちょっと紅生姜を多めにのせて、葉っぱとともにいただきます。こっちは紅生姜で結構苦味は消してくれましたが、こっちも苦いです。ということで、ごちそうさまでした。美味しかったです。葉っぱも1枚残ってますが、こちらが揚げ物の葉っぱも完食させていただきました。美味しかったです。そしてさらにこちら、これもコースドリンクか言っていただいたんですが、聞き取れなかったんで多分コースだと思います。それではこちらもさらにいただきます。なんかこっちの方が一緒の味かな、ちょっと忘れてますが、なんかこっちの方が酸味が強い気がします。美味しいです。ということで最後でございます。さらにデザートでございます。ホットコーヒーとコーヒーゼリーっぽい感じですが、あとこれは何だろう、見た目的にはヨーグルトですが、こんなデザートがついております。ちなみに飲み物はホットアイスのコーヒー紅茶から選べます。それではこのコーヒーゼリーっぽいものいただいてみましょう。上の葉っぱが。それではこちらのコーヒーゼリーいただきます。結構しっかりと苦味が効いてて美味しいコーヒーゼリーです。美味しいです。それではあともう一つこのヨーグルトっぽいものをいただいてみましょう。ヨーグルトかな。それではこちらいただきます。ヨーグルトですね。多分先ほどの酵素が入ってるのかな。こちらも美味しいです。ということでデザートも完食いたしました。美味しかったです。よし、それでは帰りましょう。ということでごちそうさまでした。美味しかったです。ちなみにこちら玄関出るとお庭に出ることもできます。まあさっきの席がここですね。ここの席ですけど、結構外にもこんな感じでテーブルが置いてあって、外でも食べることができます。ちょっと暑いですけどね。そしてこんなところになんかどんどん下に行けそうですけど、一応ちょっと敷地の中を探索することはできそうですね。この辺までかな。一応一段下がれますけど、これ以上下がっても崖地っぽい感じになりますね。そして桜の木が結構たくさんあります。桜の季節になるとめちゃ綺麗な感じでお昼がいただけるかもしれません。ということでちょっと鬼を探索させていただきました。
ということで、前原山地で美味しいカフェランチいただきました。お店の名前、多分 Google マップとか、あと食べログとかも前原山地カフェランチいただきました。ちょっと帰るときは下に降りて行ってみましたが、一応抜けることができました。しかし降りてきた場所がどこなのか分かっておりません。ということで値段ですけれど、最初に言ってた通りほぼ1000円でした。デザート付きで1人当たり980円です。めっちゃ安いですね。980円であのボリュームで、あの手の込んだ料理っていうのはなかなかないカフェランチかと思います。本当に基本的に野菜中心で、でもボリュームたっぷりの料理なので、男性の方も満足いただけるんじゃないでしょうか。で、僕自身も大満足です。そして味もなかなか美味しかったです。やっぱり野菜中心っていうだけあって、味は薄味なんです。なんか薄味といっても全体的にしっかりと味がついてる感じで、酵素もですね、最初いただいた酵素ドリンクも結構甘みがありました。そして最後にいただいた酵素ドリンク、あちらもですね、ちょっとラッシー的な感じなのか、結構酸味が効いていて美味しかったです。そしてあの麺の料理にあった魚の揚げ物、そしてそれを下にあった葉っぱと一緒に食べましたが、なかなか苦味があって美味しいというのが分かりませんけど、すごいヘルシーなお昼ご飯でした。お腹いっぱいになりました。美味しかったです。非常に美味しかったんですけど、全体的にランチの内容の詳細がわからないので、なんかちょっとでもお品書きみたいなのがあったら嬉しいなと思いました。お品書きがあれば美味しい料理がさらに一層引き立つかなと思います。そんな前原さん家の美味しいカフェランチでした。ということで、本日は改めまして、沖縄県西原町にある前原さん家で美味しいカフェランチ、激安のカフェランチいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリーからバイバーイ。